スマホ買っちゃおう、モバイルドットコム。はい、どうも、モバイルドットコム TV、チェーホンです。今回なんですけれども、こちら、あー、飛び出た、あ、はい、はい、ギャラクシー Z フォールド3、5G とギャラクシー Z フリップ3、購入しました。はぁ、まだ買っちゃった。なんと、総額約35万円。これやべえかな、これやべえかな。今ね、椿さんちょっと実は別の部屋にいます。はい。で、ま、昨日ね、椿さんが、ま、勝手に MacBook Air 買ってたんで、ま、いいですよね、僕も。はい。いいと思う。うん。はい。というわけで、今回の動画では、Galaxy Z Fold 3 5G と Galaxy Z Flip 3 5G を開封レビューね、お届けしていきたいと思います。まあ、せっかくなんで、ちょっと椿さんを今から、ちょっと呼んでこようかなと思います。今回はあくまで開封とかね、ちょっと使ってみるぐらいで収めておいて、また後日、またね、しっかりレビュー動画出しますので、安心してください。なので、チャンネル登録をしてね、ぜひね、待っていてください。まあ、とりあえず、今日は、椿さんを今から呼んで開封をしていくっていう、ちょっと怖いね。うん、ちょっと怖い。はい。どうぞ、最後までね、お見逃しなく、お付き合いいただければと思います。それでは、やってみよう。というわけで、椿さんをね、早速、ちょっと呼んでみたいと思います。何やってんの？撮影を、はい。というわけで、今回は、Galaxy Z Fold 3。それ何？え？それ何？ちょっと待って。まあ、何か、あ、そうだ、何かお伝えしたいね。Galaxy Z Fold 3 5G なんですけれども、折りたたみのね、スマートフォンとなっております。え、ちょっと待って。え、昨日の MacBook Air 買われてて、まあいいのかなと思ってね。違う。チーホンさんが買いすぎだから、はい、なんでまた買うの？昨日の今日で届かないじゃん。まあみんな、まあ、ね、そうだね、そうだね、事前に注文。ちょっとそれでは、開封を、椿さんもどうぞ、席についていただいて。やだ、はい、もう最悪。はい、嬉しいワクワクを共有したいと。ワクワクより高いじゃん、はい、これ。それでは開封を進めていきたいと思います。あのね、今回ね、Z Fold 3の箱がめちゃくちゃね、小さい。見て、ほら。薄くない？ね？それでは、いきます。はい、開封！じゃーん！あ、もういきなりね、Z Fold 3が出てきました。はい、本体ね、後ほどちょっと確認しますね。はぁ、はぁですね。はぁ、まあ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 、MacBook ね、よかったですね、MacBook ね。はい。え？私買った意味ないじゃん、もう。まあ、椿さん買ったら僕も買わないと。はい。はい、付属品、まずこちらね、充電ケーブルが付属してます。あとは説明書ですね。後ろに SIM ピンが入ってます。まあ、っていう感じでね、いつものように AC アダプターは入っているので注意をしてください。はい、というわけで、本体いきましょうかね。それでは早速電源起動していきます。わー、いいなー、いいっすね、いいっすね、いいですね、いいですよ。どう？綺麗だね。はい。あのね、今回、ちょっと今ね、初期設定軽くしてたんですけど、あのね、フィルムがね、すごくすべすべ。そうなの？うん。触ってみて。あ、ほんとだ。あ、ね、気持ちいい感じする。あのね、Z Fold 2の時ね、こんなにツルツルじゃなかったんですよ。なんかもうちょっと、なんか指紋が残りやすくて、あのね、これ今回めちゃくちゃいいですわ、これフィルムが。で、あと注目のね、インカメラ、今回画面下インカメラなんですけど、普通にインカメラじゃん。見えてますね、普通にインカメラだね、はい、あのね、こうやって見るとどう？あー、ほら、なるほど。黒背景だとめちゃくちゃ目立つけど、白だとなんか、普通にあるね、まあ、あるね、はい、あります、はい、普通にあります。ディスプレイサイズは 7.6インチ、リフレッシュレート 120Hz 駆動で、今回注目なのは椿さん何だと思います？何ですか？はい、 S ペン対応でございます。え、でも S ペンないよ、はい、はい、ご用意しておきました。 S ペンこちらでございます。もちろん椿さん求めてないの？もちろん用意しておきましたんで、ちょっと回復しますね、はい。で、これ専用の、Galaxy Z Fold 3用の S ペンというのがちゃんと出てて、まあ、これですね。はい。はい、はい。で、あと、専用ケースね、これ純正ケースね、結構高かったんですけど、大体。高かったの？いや、高かった。結構した。はい、これが純正ケースですね。フリップカバー with ペン。はい。どう、はい、ペンとケースがね、一緒になってるので、はい、Galaxy Z Fold S Pen のね、弱点としては、本体にね、内蔵じゃないんで、このケースだったらね、ここ、ケースの裏側にこうやって。ああ、なるほどね。はい、どうよ。だからこうやってね。じゃあ、書いてみましょう。書いてみましょう。早速。
おすごいすごいすごい動いてる動いてる動いてる、ちょっといいよ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 、あなあちゃんとちょっと何やってんの、えちょっと待ってちょっと待って何やってんのか教えて、ちょっと待ってちょっと待って、それではね早速 S ペンで書いてみたいと思います。あれえ嘘、初書き取られた初嘘いい感じよ、あめっちゃいい感じじゃん、サラサラしてるね、あサラサラしてる、スルスルいける、うん、あこれS ペンね、今回この買ったやつはねここにねボタンがついてて、これ消しゴムとして押すと長押しするとこうやって消しゴムで使えますね、おお、その情報を全然調べてないのでこれまた後日しっかりレビューするんで安心してくださいとりあえずめちゃくちゃ書ける、はい、まあこんな感じになっております。結構画面強度を心配してたんですけど、書いてる感じはねちょっと強く押してもそんなにへこまないというかたわまないというか、うん、それ大事ね大事ね、うん、結構これ心配だったんですけど普通に描けるな、すごい。次カバーディスプレイ見ていきましょう。なんか綺麗だね、うん。このサイズは変わったの、画面の画面サイズも 6.2 インチで変わらない。解像度は若干良くなってはいるけれども、まあ誤差でね、誤差はい、うん、ただね、まあ、カバーディスプレイはこんな感じになってます。今回リフレッシュライト 120Hz 駆動になっております。はい、こちらが Z ホールド3の背面デザインでございます。どう、めちゃくちゃかっこよくない、かなりねマットでサラサラな質感、これ高級感があります。でカメラはね左上に搭載しておりまして、まあちょっとね立体的で、これ SIM カード何枚分だろう、ちょっと立体的な感じで出っ張りがあります。返事部分はこんな感じになってます。サムスンって入ってるんですけど、国内版はおそらくギャラクシーと刻まれてると思います。あとね背面もう一個ちょっと触れておきたいのが、国内版だとここのあたりにフェリカがお財布携帯対応してるんで、国内版はこのあたりにフェリカマークがあります。あとキャリアロゴとかね、ここに入っちゃうんだね。そうなので、まあそのあたりはやっぱり国内版と海外版の違いかなっていう感じですよね。めちゃくちゃ、それ何色なの、これ今回ねブラック、ファントムブラックを購入してます。かっこよくない、けどよ、何です、けどよ、はい、次行きましょう。はい、まあ、Z ホールド3はとりあえずこんな感じで今日は終わっていきたいと思います。で詳しくねまたね後日レビュー動画しっかり出しますんで、ぜひチャンネル登録して待っててください。はい、というわけでですね、続いてギャラクシー Z フリップ3 5G でございます。どんどんいきますよ。はい、じゃあこれはまあ椿さんにじゃあ開封、これね、MacBook Air を椿さん買ってたんですけど、実はこれ椿さんにプレゼントしようかなっていう感じで、絶対買ってました。はい、じゃあ開封してってみてください。もうみんな映ってるよ。はい、オープン。はい、おもういきなりね本体が出てきました。ちょっとこれは後ですね。そうですね、はい、はいはい、じゃあ付属品ですね、はい、後ろに SIM ピンと、うん、あとはこっちもケーブルと説明書ですね。そうですね、同じですね、はい、やっぱりケースとか、あとは充電アダプター、 AC アダプターですね、そういったのが付いてるので注意してください。国内版もね、うん、おそらく同じような形になると思います。そうなんだね、はい、Galaxy S21 シリーズからねいろいろ付属品削られてたので、こんなに高いのに、まあ今エコの流れですからね。それでは本体ですね、はい、Galaxy Z フリップ3はラベンダーを購入しました。残念ながらねこれ国内ではねクリームとあとはブラックが出るんですけど、はいはい、この間言ってたね。そうなので国内ではちょっと入ってこないカラーに一応なっております。この液晶映るんですね、はい、そうなんです、今回でかくなっております。カバーディスプレイがね 1.9 インチ、これがねだいぶでかくなってるので通知とかね、あとなんかゲームとかができるらしいんですよね。でこの辺はちょっとまた後日レビューします。と電源入れてみましょうか、せっかくなんで。綺麗、かわいいね。これはさ、うん、フィルムついてんの？はい、もうついてますね。はい、ついてます。なんで、お、いいね。だからもうそのまま使えるし、前ついてなかったもんね、確かね。なかったよね。うん、いいな。めっちゃいいじゃないですか。うん。かわいいね、やっぱね。閉じてみたい。はい、じゃあ閉じます。お、ちゃんと、お、ちゃんと出てるね。見やすい。めっちゃでかいじゃん。はい、あ、かわいい、色変わった、ちゃんとなんかいろいろ出てる、通知見やすい、はあ、はあ、すごい、これいいんじゃないですか、椿さん的には。いいなぁ、結構いい、ね、しかもちゃんと出るね、設定を完了してますっていうか、この前はさなんか出なかったよね、こうやって文字出なかったよね。そうそうそう、あ、いいじゃんいいじゃん。え、じゃあ LINE の通知もここに出るのかもしれないねってことだね、多分ね。あ、めっちゃいいじゃないですか。あ、いいですね。あ、こんな感じでございます。
というわけでですね、まあ、今日はとりあえず Z フォールド 3 5G と Z フリップ3買っちゃったよっていう動画でした、はい、皆さんどうでしたでしょうか。まあ、今日はね、本当にざっくりちょっとご紹介しただけで、まあ、なんか機種のね、どんな感じなのかってちょっと伝えられないんですけど、後日しっかり、安心してください、レビューしますんで、はい、はい、これで椿さんに許可を得たというね、動画になっております。得れてないですからね、はい、得れてないですか。得れてないですよ、はい。まあ、でもMacBook Air を買ったタイミングで僕のね、Z フォールド3と Z フリップ3が届いたんで、あ、結構タイミング良かったなってちょっと安心しました。多分これ買ってなかったらめっちゃマジマジってなってたと思うんですけど、これを買ってたんでちょっとホッとしました、はい、っていう動画でした。皆さんいかがだったでしょうか。ぜひね、チャンネル登録どしどしお待ちしてます。ぜひぜひよろしくお願いします。応援お待ちしております。もう見張ってくださいチャンネル登録してね、見張る感じね、はい、なるほどね、はい、皆さんの温かいコメント感想どしどしお待ちしておりますでは次回の動画でお会いしましょう。よっちゃぜー、くわーひゃーくわー